どうも、お疲れ様です。気になる男シリーズの今回は131話になります。高さんお疲れ様でございます。で、今日のキーワードはですね、不公平っていうものと、あとはね、手持ちのカード。この2つについてじっくりと腹を割っていきたいと思います。まずね、人生は不公平からスタートします。そして、ずっと人生を送るに従って、不公平のまま終わっていきます。あの、公平とか平等が、 成立することっていうのは、まあないわけなんですよ。で、なんで不公平なのかなーと。なんで不平等なのかなーってよく考えてみると、常に不公平っていうのは、誰と比べてっていう全知識が入るんですよ。で、シーソーで言うと、どっちが上なんでしょうか。何に対して自分は上なんでしょうか。誰に対して自分は下なんでしょうか。このね、シーソーのごっこをずっとやってるのが人生なんで、 不公平を感じようと思ったらいつでも感じることができますし自分が優れた人間でいたいつまり誰かにた対してもしくは何かに対してマウンドを取ろうと思ったらいくらでも取れるわけですよというのが全ての人っていうのは出会った瞬間にどっちかが何かの力で勝っているそして別の力で踊っているっていう関係が常に存在するんですよね身長一つにとってもピタッと一致する人いないわけですよ体力にしても拮抗する人ってめったに出会わないんですよ 知恵や知識もそうですし、お金の力もそうですし、自由になる時間もそうでしょう。すべてが不公平なんですよ。なぜなら自分以外の他者がいるからなんですよね。同じようにはならないんですよ。全然なりません。ほぼ一緒ってのがあるぐらいなんですよね。許容できるぐらいのほぼ一緒ってのがあるんですよ。こっちが5の力を持っています。こっちの人が4とか6を持っています。なんとか一生懸命一緒になることができますよね。でもこっちの力が5なのに500とかね。 マイナス20とかが一緒になるってことはなかなか難しいんですよね。ですんでだいたい一緒にいる人とか関われる人、そのキャパシティが変わってくると思いますけども、あの、例えばね、人間がなんでお金に悩むのか、仕事に悩むのか、恋愛に悩むのか、健康に悩むのか、それは主体的な部分もありますけども、誰と比べてって問題があります。例えば、いつまでも若くいたい。 これ他者がいるから若さの基準っていうのが出てくるわけなんですよね誰と比較して何歳ぐらいの年齢の人と比較してになってくるわけなんですよでもそもそも他者がいなければ10代だろうと30代だろうと50代だろうとあんまり気にしなくてよくないですかってことになりますよねもちろん自分自身で自分に対して気にするっていう、まあ、そういったね感情は湧き起こってくるでしょうけども誰かに対してああなんか周りに比べて自分は若いなとか老けてるなとか感じることもないですし 周りの人に比べて自分は若く見られるよとかね、おしゃれだよとか、そういうのもなくなってくるわけなんですよね。だから常に他者を意識するから不公平や不平等が存在するっていうだけで、自分のことをしっかり持っていれば、そこはね、まあ、不公平や不平等は減少としてあるけども、でも特にそこに振り回されて自分が行動づけ、意識づけをすることはないよねっていうことになります。つまりは、他者の基準によって、 他者と自分との相対関係によってモチベーションが湧いたり湧かなかったりってことはないんですよ。自分の内側から来る欲望やあ様々な感情によって自分を動かされることはあっても他者からの働きかけによって何か言われて傷ついたってこともないですね。誰かがなんか女の子をはべらしてるから羨ましいなと思うこともないと。ああ、思う。他人はそうだけども俺は俺だよねっていうふうにいけるわけなんですよね。だから所得が高かろうが低かろうがあんまり気にしなくなりますし、でも 自分の人生を構築するためには、まあ、月に200、2 300万いるかなと思ったら、やっぱ2、300万稼ぎに行けばいいんですよ。でも、そんなの一部の人だよとかね。普通に働いてたらそんな高い給料もらえないでしょうって言うけども、それは他者の話なんですよ。他の人が給料30万前後だから、自分もそれに合わせていく必要はないですし、みんながね、まあ、高校に進学するから、じゃあ自分もっていうことはないんですよ。 やっぱり意味を見出せないんだったら義務教育ですら時間の無駄ですから行かない方がいいと思いますしそもそもなんで人はね進学して就職するんでしょうかそれはなるべく高い賃金を得たいっていうことと関わりたい人がいるからなんじゃないかなと思うんですよ所属の欲求ですよねでも考えてみたら私たちは人生の中でいろんなところに所属しますけどもでも今所属しているところって多分ね5年前とか10年前に所属したものとはほとんど関わりがないんじゃないですか つまりその時その時で必要だと思った人間にすり寄って言って必要なくなったら切っていくこれを繰り返しているのがその姿だと思うんですよ中学校や高校の時の親友どうですか連絡取ってないでしょなんでしょうかね連絡取ればいいのにね向こうから来ないからなんですよなんかのきっかけがないからでしょううだからそれは本当に友情が続いていると言えるのか確かに今久しぶりに連絡を取ればねそれなりに盛り上がりあるでしょうけども でももうね、暮らしが違ってるんで、なかなか当時のように同じ気持ちじゃ、喜び合ったりとかね、助け合ったりとかできないんじゃないかなと思いますよね。うん。まあそういうふうにね、不公平、人間っていうのは不公平から始まって不公平で終わっていく。そして一瞬たりとも公平になることはないんですよ。うん。だからといって別にそれがね、いいことでも悪いことでもないわけですよ。それをどう捉えるかっていう自分の問題ですから。やっぱり他の人は、 ちょっとデフレ経済なんか苦しんでるけども、俺はそうでもないかなと。うん。だからそもそも人の顔色が伺って何かをやったりとかね、やらなかったりってことは別にないわけですよ。まあそれをね、これ見よがしに自慢したりとか、これ見よがしに、えーまあ、自分のことをね、卑下したりとかすると、なんか関係はね、ちょっと難しくなりますんで、そういうことではないんですが、まあ自分らしく生きていけばいいのかなと。自分はこうだよね。うん。人の目をはばからずに迷惑をかかんない範囲でね、やりたいことをやればいいですし、 例えばこの前ね、40代とか50代で、えー、集まって、旧社会っていうのが逮捕されていたんですけども、これはどういうことかっていうと、あのやっぱり私たちの頃って、10代の頃って、まだ暴走族の前世紀だったんですよ。前世紀から、それから終末期ですよね。まあ、クライマックスの時だったんですけども、やっぱりね、あの夜中になるとバイクの音がブンブン聞こえて、寝苦しかったりやかましかったりしたんですよね。まあ、そういう問題が結構起きてました。でも、 そういった人たちもやがて年を取り家庭を持ち丸く収まっていく中で一旦生活が落ち着いたんであの頃のことを思い出して当時のバイクちょっとインターネットで検索して買ってみようかな当時2、30万だったバイクが今2、300万ですプレミアムカーがついてねでも2、300万なら買えるかなっていうのでバイクを買ってそこそこあの道路交通法に違反しない程度にちょっと改造してねで、えー、ヘルメットをかぶって でちょっとねコスプレなんですよね。それで集まってみませんかみたいなのを SNS で呼びかけると人が集まるんですよ。懐かしいよね、暴走族みたいな格好して。でもみんな穏やかなんですよね。お腹も出ちゃってますし。で、なんかこう、みんないい感じで年取ってて。でも若い頃のことを思い出すわけですよ。だ当時は世間的にあれほど許されなかったことでも、今はそういうふうにね、まあ、レジャーとかコスプレの一部として、まあ、あったりするわけなんですよ。じゃあなんでそれが逮捕されたのかってことになりますけども。 そういうふうにして好きな人がね、こう、こぢんまりと10人前後で集まって、人里離れた山奥の誰もいない駐車場でワイワイと盛り上がってる。まあそういうところに目をつけてね、あ、俺たちも参加しようぜみたいな、その、情報を知った流れ玉に当たった人がね、また気合い寄れてね、そこに参加したんですよ。そしたらそこにもともと主催した人も知らない人が来るもんだから、誰だあいつらみたいなことになって、それがね、ちょっと輪をかけて、 あの派手派手で目,ざ目指したいようなね本物の暴走族さんとかが来たりとかしてそれでちょっとねこれは不当集会になるんじゃないかなということでまあ,あの警察が介入してきて暴力沙汰とかなんか違法改造者とかがあってまあ逮捕ですよってことになったらしいんですけどねうんまあでもあのその事件そのものは決して許されることはありませんけどもなんか当時のことを思い出して集まろうかみたいなのはとってもいいねサークルだったと思うんですよ そうですね、例えて言うと魔法少女に憧れる女の子たちが将来大人になってね40代くらいになって魔法少女のグッズとかそれから衣装とかを持ち寄って集まったみたいな感じのまあ暴走族版かなと思いますいわゆるなんかね、うんまあ、そうやって楽しむこともできるのかなと思いましたけどもこれはですね人生をその不公平とか不平等をつ、まあ、辛い地にする一つの方法なんじゃないですかね いろんな立場、いろんな収入、それからいろんな力関係がある人が、そういうの関係なく、一つの共通の趣味によって、あの、まあ、その場だけのね、あの公平感、平等感を作っていくってことです。そこにはもう立場も何もないですから。ただやっぱり、誰かが主催をして、誰かが責任を取るっていうね、そういった責任の取材っていうのは明確になっているのかなと思いますけども、それがだからいわゆる、あの、総長みたいな感じになるんじゃないですかね。まあ、ちょっと話からずれましたけども、人は、 あの不、不公平から始まって、不公平に終わっていくんで、これはもうね、抑えがたい事実なんですよ。じゃあその、不公平不平等の均衡をどのようにね、できれば、シーソーの上側に行きたいわけですよ。場合によっては下の側に行きたい。これをどうやってコントロールするかってことなんですけども、それは手持ちのカードを使うんですよ。ここで手持ちのカードっていうキーワード、今日の二つ目が出てきましたよね。手持ちのカードっていうのはね、例えばですよ、まだ手にしていない資格も手持ちのカードなんですよ。手にすればいいわけなんですよね。禁じられてませんから。 今資格がありませんとか言っても資格取ったら取ったらカードは増えますすよよてことなんで,すよでそもそもカードが増えるというよりもカードがね手元にあるんじゃなくてちょっと向こうにあるんですよだからちょっと手を伸ばしてみなさいよって話なんですよねそうするとあこのカードも使えるのかってことで資格っていうカードが手に入るというか有効になるわけですよでもそもそも私たちの身の回りにあるいろんなテクノロジーっていうのは全部自分の手持ちのカードなんですよね 自分がそれを開いてないだけ、手を伸ばしてないだけなんですよ。じゃあ他にどんなものがあるか。学歴。40になっても別に大学受験をしてね、学歴を取ることは大丈夫です。一般入試ってのはありますんで、社会人、えー、自習ってのはありますんでね。放送大学とかでもいいと思いますよ。そうやって学歴を手にすることも今でもできるんですよ。だから、学歴ですら手持ちのカードなんですよ。あとね、知恵とか知識もそうでしょ。知恵とか知識って、 あの頭に入れることは禁じられてませんからじゃあそのカードを発動させようと思ったらまさに手持ちのカードを有効化するためにちょっと勉強するとかねちょっと経験を積むってことでいいわけなんですよあと IT スキルもそうですよねじゃあ YouTube が手持ちのカードとして使えてる方 YouTube 誰かから禁止されてましたか YouTube を使ってない方誰かに禁止されてるんですかそうじゃないですよねだから手持ちのカードなんですよただ自分が勝手に使ってないだけなんですよ 他にもも人人脈ってののありますよねどんな人とつながるのか今非常にコミュニケーションが豊かになりました私とタカさんも多分これね昭和の頃だったら永遠に触れ合うことがなかった関係ですけども今2人で仕事をしてるわけですよこうやってねしかもすごく緩い関係で結果だけを追い求めてる非常にいい関係だと思います、ね、人脈ですらこうやって簡単に自分の手持ちのカードとして使っていけるんですよ もちろん今リレーやってますけどもこのリレーっていうカードを使わないっていう順もあるんですよ自ら自分の使えるカードを使わずに勝負の場から去っていくみたいな人いますよねうんあとお金もそうですよねお金を手に入れることって禁じられてませんお金っていう最高の手札を使うためにはお金をまず有効化しなくてはいけません。私たちの懐には1,000万だろうと1億だろうと10億だろうとカードがあるんですよ でもそれを使おうと思って裏返そうかなと思った時の労力はやっぱり並大手ではりないので使おうと思うんだったらそれなりの労力はかけましょうってことになりますで家族も手持ちのカードですよ家族ね家族によって得られるものは大きいと思います失うものも大きいと思いますただし失うというよりも家族から何かを得るために使っていくっていう感じ方ですかね 失うって言ったらねなんか損したみたいになっちゃいますけどもでも家族のために使った時間やお金や労力や思考っていうのは全て何かの形でまあ自分に帰ってくるというかねまあ帰らなくても使うことによって自分が満たされる包容力が満たされるところもあると思うんですよですんで人っていうのは支えられてばっかりで得するってわけじゃなくて支えさせてもらうってうことによってねあのまあなんかこう得るものが大きかったりもするわけなんですよそのの活動ってあのすごく面白いのは あの視聴者さんに対して恩人という感覚が出るんですよね見てくれてありがとうと今日も動画を開いてくれてありがとうと今回もここまであの話を進めましたけどもここまでよく聞いてくれましたねとあのキーワードが出たから離脱したみたいなことがないだろうかとかね動画を見てる最中に他の4時の方に行っちゃわないだろうかとかいろいろあるんだけどもここまで見てくれたとだから私は視聴者さん視聴してくださる方であったらもうすでに私当恩人だっていう感覚があるんですよ うん、だそういう気持ちで家族に対しても自分の用意した家に住んでくれてありがとうねとかね自分と今まで一緒にいてくれてありがとうねとか自分の愛情を受け入れてくれてありがとうみたいなところがあるわけなんですよね、うん、だから何かね損得、あのー、を超えたところに家族っていうのは存在してるんじゃないかなと、まあ、それでも日々の小さな損得が気になっちゃうわけですけども、うん、だけどそれをね 損だと思えないような付き合い方をすればきちんと回収もできるんじゃないかなと思いますしむしろ損しっぱなしでああやっぱり俺って男一本腕一本やってこれたなって思うところもあると思うんですよ何の見返りもないけれどもでもすがすがしさとか爽やかさとかねそれがまあ力量だと思います何でもギブアンドテイクではないんですよやってあげた分だけ戻ってこないと損だっていう感覚を、まあ、超越したところに家族ってのはあるんじゃないかなと思いますさあ 私の概念の中に一人家族っていう考え方もあるんですよというのがね実際に、まあ、彼女を作って子供が生まれて家族これも素晴らしい形だと思いますけどもそうじゃない家族もあるんですよ一人家族です一人で例えば私もね独身時代を過ごしていましたし多分一生独身だと思ってたんですよそれもいいかなと思ってたのは家族のように接することのできる例えばね車とかがあるわけなんですよまあ趣味ですよねじゃあ車にお金をいっぱいかけます 時間や労力もかけます、ね、何もリターンありません。でもリターンは自分がいろいろあれこれやったという行為がリターンなんですよね。いやー車面白いな。乗ってさやかだな。全部プラスなんですよ。お金はなくなっていくし時間はなくなっていくし体力的にも失われるんだけどもそれでも良かったと思えるような一つの思い出みたいなものが残るのが 趣味じゃないかなと思うんですよ。だから一人でもちゃんと家族を演じることができますし、長年連れ添った車ってのは愛着が湧いて、まるでね、その車が自分を必要としてくれてるように見えてくるわけなんですよ。同じようにペットを飼うかと思いますよね。まあ、あの、家族とペットを同列に並べたらどうなのかってことがありますけども、これね、言い方を本当にシンプルにすると、家族ってエンターテインメントなんですよね。自分が家族を作ったらどうなるのかなと。子供たちはどこまで育つのかなと。 奥さんはどういう風うに変化していくのかなそれが見たいと思ってるわけなんですよ。そして、この家族が幸せになるために、自分の力はどのくらい発揮できるだろうか。これもエンターテインメントの一部だと思います。だから家族って、なんかね、暮らすために必要不可欠なものというよりも、エンターテインメントがレジャーの一部になりつつあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん全部じゃないですよ。そういった面もあるよね。とだから家族が喜べば自分も良かったって気になるし、家族が 不幸になると、なんとかしなくちゃと思うわけでしょ。うん、だからエンターテインメントの一部じゃないですか。車が故障しました。ペットがちょっと元気なくなりました。気になって何かするじゃないですか。だから一人でも私は家族だと思うんですよ。で、今回ね、うーん、すごくね、面白い例っていうか、まあ時代だなと思わせるような、ちょっと一つのサンプルを持ってきました。というのが、一人でお住まいの男性がね、どうやって今家族を持ってるかってことなんですけども、こちらの iPad に今持ってきました。で、非常にね、 可愛らしい女性がずっていますけども、これ、オリエント工業というね、会社のホームページなんですけども、こういった若くて美しい女性の1分の1、これ今、いわゆるね、ラブドールってやつなんですけども、昔で言うとね、ダッチワイフって言い方をしたかもしれませんけども、今、すごい美しいわけなんですよね、可愛らしくって。まずね、人格が宿ってるかのようなんですよ。で、いろんな表情をしてくれますし、 指も動いたたたりりりととか、か、立ったりね、いろんなポージングをしたりとかもちろんその夜のお相手もしてくれたりとかねあといろんな服をプレゼントしてあの独身男性が楽しんでるってところもあってねもうなんかともすればねあのすごいファッションセンスがいい男性までいるんですよ、うん、女性のコーディネートすごい上手だねみたいな人つうか可愛らしく着飾ろうと思ったら上手になるんですよねでこういったラブドールちゃんと一緒に暮らしている男性特にこのラブドールって高いんですよ 国内産だと60万から100万とか高いので300万ぐらいするんですけどもでも人間と暮らすよりは随分コスパいいんですよ安いんですよですよねだってこのラブドールちゃんがね1体例えば300万するとするでしょでも奥さんが1人いたら1年ぐらいでそれねもう追い抜いちゃうわけですよそのぐらい実際の人間と一緒に過ごすのはものすごいお金もかかるし精神も使うし 自分と歩調が合わない時もあるし、まあいわゆるストレスにもなったりするわけなんですよ。でもこういったラブドールちゃんね、にはそういうのがありませんので、ものすごく快適に人生を過ごすことができるということなんですよね。で、えっ、ー、と、何人かのラブドール YouTuber さんとも私もね、あの、つながりがあったりとか、Twitter のフォロワーさんとかでも仲良しが結構いて、あの、いろんなイベントを企画してるのを見るんですけども、もう私は参加したことはないんですけどね。 あのそれぞれこういったラブドールを持っているファンの方が集まってきて例えばね電車を借り貸し切ってねでその中であの本当にこう10人とか20人の、まあ、主に男性が自分のお気に入りのラブドールちゃんを持ってきてすごい大所帯でね40人とか50人ぐらいの大所帯であの電車に乗って旅をしたりねスイーツ食べたりとかね記念撮影したりとかそれぞれの自分の,あのなんですかね まあ、可愛い女の子とか家族と言えるものをこう自慢し合ったりするんですよね。で、温泉に入ったりとか、山に登ったりとか、ボートに乗ったりとかね、ドライブをしたりとか、もうむちゃくちゃ楽しんでるんですよ。本当に家族がいるかのように、自分のその、お,お相手とね、一緒に過ごすみたいな。で、移動は基本的にその、車椅子で行くとかね。で、そこには一つのね、経済圏ができてたりするんですよ。まあ、先ほども言いましたけども、高いわけですよ、一体一体が。 で、基本的にメンテナンスはほとんどできないので、あの、3年とか5年したら壊れて新しいものに変えないといけないんですよ。ですんで、あの、お葬式みたいなこともあったりとかね、お別れとかがあったりするんですよね。で、国産は高いんですけども、中国からの輸入品っていうのは10万円前後とかね、場合によっては5万とかで買えるのもあって、結構リーズナブルに取り組めたりとか、それでいて結構ね、その、精度がいいわけなんですよ。これ、骨格が入ってまして、あの、基本的に、 あのシリコンでできているのが高級品といわれるんですけどもシリコンの中にあの鉄の、ね、骨格が入ってきてこの本当に人間と同じような動きをするんですよねだから服を着せる時も人間と同じですから同じ可動域なんですよだから多分ね女の子に実際の女の子に服を着せたりとか脱がすのも上手になると思うんですよねでファッションセンスがみんないいんですよねこうやってねで人によっては3体5体10体20体買う人もいて それぞれれぞ人生を楽しんんででおられるとということなんですよだから車の趣味とか犬や猫を飼うっていう趣味もありますけども今ねこういった人間に模したあのパートナーを自分のお家に迎え入れるみたいな家族の作り方もあるのかなと思うまんですよね。でここまで言うとね何て言いますかねその人生っていうのはあのなんですかね、まあ、経費はかかるにしても実際の家族にしても。 他の趣味ごとにしても、どのぐらい自分が、あの、誰かに対してもしくは何かに対して、何ができただろうかっていう、この自己満足とかになってくるのかなと思うんですよ。まあ、自己納得と言ってもいいかもしれないですよね。今、今日はね、たまたまラブドールちゃんの例を出しましたけども、どのぐらい綺麗に聞かされるかな。どのぐらいこの子と思い出ができるかな。そして場合によっては、奥さんを設定する、ちょっとね、あの、 30代ぐらいの女性に見えるラブドールちゃんを主に据えて、それから自分の娘として中学生とかね、高校生とか、場合によっては小学生のモデルとかいるわけなんですよ。あの、ラブドールちゃん。そういうのを迎え入れて、うちは三姉妹だとかやってみたりとかね。<laughs> なんかそんなやつとかね。いや、ぶっちゃけそう、謹慎相関だみたいな楽しみ方もしてると思うんですよ。で、それっていうのは誰にも迷惑がかからない自分を豊かにする方法で、それで人生がこう、進んでいけば、その人は、 もう曇りない後悔なき人生を送れると思うんですよね。でやっぱりこう、まあ、リアルな人間との対話ってのも非常に大切ですしそういうのができる人はいいんですけどもどうしてもね対人関係特に女性に対してはものすごくねちょっと嫌悪感があるトラウマがある苦,し苦手意識がある人のこう救世主としてこういったあの、まあ、リアルドールっていうのがね生まれてきてそこにきちんとマーケットが存在してね、うん、なんかあれなんですよ 展示会とかあるんですよね。すごく大規模なやつが。うんまあ、例えば中国とかでも日本でもあるんですけども、中国のやつはものすごくね、あの、本当にね、モーターショーのレベルでやってるんですよ。で、その中には、あの、実際に体温があったり、あの、会話ができたりする3000万円ぐらいの最高級品のドルちゃんとかがあって、これも売れてますからね。3000万んですよ。3000万の疑似人形がいて、で、対話もできてみたいな感じ。もうアンドロイドなんですよ、ほとんど。 うん、それからね工業用医療用にもこの技術っていうのは応用されていて、まあ、例えば小児科を目指す,、あのー、なんすかお医者さんの、まあ、練習生のうちにねあの子供たちがどんな反応をするか例えばあの歯の治療をする時に子供が暴れるわけですよその暴れるものに対してどういうふうに抑えていけばいいのかっていうのを再現するドールちゃんもあってあの医療にもものすごく寄与してるところが多かったりするんですよねここういったことをね。 自分の興味がないことでも、うん、ずっと探っていくとあのいかに人生は不平等を平等に求めていくかとかある意味この世界では自分があの立場がね強化されるような世界を作っていくか様々あるんですよね。うん、だからねなんかねさっきちょっと言いましたけどもあの女性のファッションに対して まあこういう風なね、趣味を持ってる人ってむちゃくちゃレベルが高いと思いますよ。だから女の子に送る服も、喜ばれるものもね、ちゃんとコーディネートできたりするんで、例えばこういう人が結婚してね、もしくはお付き合いをする女の子がいたら、とってもセンスのいいプレゼントを送り続けると思うんで、本当にね、この愛情深くなるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれだけではないんですけどね。結局、自分の愛する家族にどのぐらい幸せや豊かさを 与えて、それを喜んでもらえるかって反応を見ながら満足感を得ていくこれがだから自己満足っていうことなんですよ。だから自己満足って誰かとか何かに対してどのぐらいできた,なできたかなっていうのがものすごく重要だったり他者が存在しない自己満足も当然あるんですけども、うん、でもやっぱり何か対象物っていうのはね自己満足にはあの欠かせないのかなと思っちゃいますよね。はい、ということでねさまざ、あ、ま話題がこう流れていって今日は。 オリエント工業のこのこラブドールちゃんちょっとねセクシーな画像もあるんで紹介できないところがありますけどもでもちょっとね戻しますとねすごいですよねほんとになんか美しい一つの芸術のようなモデルさんがこうやって今いるわけなんですよね、これだけでもちょっとね見に行きたいなと思うでしょ東京上野にショールームがあるそうなんでねえー、とぜひ行ってみてください えっと、秋葉原にあるのかなオリエント工業ショールームってところがありますんで、予約が必要です。基本的に他の方と鉢合わせしないように、一人30分くらいで、ね、予約が取れますんで、私も二度ほど行ったことがありますけどもね。いや、なんかすごい世界でしたね。なんか感動的ですね。あの人間はここまで自分の理想を追求できるのかっていうところがあります。まあ、現在私はね、あの、まあ、こうやって、ドールじゃないんですけど、フィギュアにすごく興味を持っていて、 この今ジョジョですけどもねかっこいいでしょこれ全部稼働するわけなんですよこの小さいものでも稼働するんですよこれにすごくね喜びを感じたりとかねこれで女の子バージョンもあるんですよたまにお見せしていると思いますけどもこうカンフーのねちょっとこう構えをしてます英春家の構えをしてますけどもこういうなんかここにね人格を感じるんですよねで今はこの表情を変えたりとかパーツでもってそういうのもありますんですごくねあの何ですかね 擬人人化すするもものののが多いといとうか、人そのものですよね、フィギュアなんて。で自分がそのストーリーの中に入っていけたりとかあの、不公平をあのー、そんなにネガティブに感じないようなツールっていうのがいっぱい出てきたんだなと思いますよね。うんまあ、今日ねちょっとこう、不公平っていうのと手持ちのカードっていう2つのキーワードを出してお話ししたんですけどもあのー、まとめて言うとねこれ全てを YouTube で表現できるってことなんですよ。 で私もユーチューブによる表現を受け取って、まあ、自分の世界が広がったっていうのもあったりとかねそのさっきのドールちゃんもそうですしフィギュアもそうです人間じゃないところに人格を込めていくっていう人のたくましさこれですよねあの道端を歩いてるとお地蔵さんとかあるじゃないですかお地蔵さんって基本的にはその近くで亡くなった子供を祀るためにお地蔵さんっていうのを作るわけなんですけどもそうなってくるとお地蔵さんにもうね人の魂を見てる人が込めてるんですよ。 だからお花をあげたりとか、水をかえてあげたりとか、お饅頭とかお菓子を供えるのは、あ、ここで、なんかちっちゃい子供が亡くなったんだな、交通事故か病気かわかんないけども、遠い昔に亡くなったんだろうな、と。うん。そういうふうに、その、石をね、削り取って、お地蔵さんって形にして、そこに人格を投与させている。で、お参りすることによって、なんかね、その人との対話ができたような自己納得を得を得るわけなんですよね。うん。だからまあ、神社仏閣に、 お参りする方も後を絶たないですしまあお葬式とかねあと墓参りっていうのもなくならないんでしょあれって言ってみればお墓を自分の身内に見立ててそこにいると感じるから対話ができるわけだってねだからあのこれを言うと語弊があるかもしれないです、まあ、知りませんけどもさっきのフィギュアとかラブドールちゃんとかに何か命があるっていうふうに感じるのと同じような感覚なんじゃないかなと思うんですよ実際にお人形をね 供養すするる神社もあるそうですからねその人形には人格が宿るみたいな考え方やっぱり私たち日本人は持ってるのかもしれませんし、まあ、車にも人格があると思ったりとかね大切にしたものが例えばこのボールペンだったら捨てるのがものすごく惜しかったりとかするそんなものを大切にする文化も私たちは持ってるんじゃないかなと思いますし、まあ、こういったことをね全て YouTube で表現することによって共感を得たりとかそこにビジネスが存在するのはまあ真っとうなことなんじゃないかなと思いますよね。はい じゃあ今日は以上ですかね。あと補足動画に入ろうと思います。それではまた。